ジョン・マイケル・グリーンは、アメリカ合衆国の作家、YouTube ビデオブロガー、歴史家、批評家、オンライン教育ビデオのクリエイターである。諸女作、アラスカを追いかけてが2006年に、マイケル・エル・プリンツ賞を受賞。彼の最新作、さよならを待つ二人のために、は2012年1月に発表直後、ニューヨーク・タイムズ・ベストセラーリストの首位を獲得し、2014年に映画化された。 また、ペーパータウンは、ジョンの作品の中でも2番目のベストセラーを記録し、2009年にエドガー賞を受賞した。その後、この作品は映画化され2015年7月に全米で公開された。作家以外の活動としては、ビデオブロガーとしても知られており、弟のハンク・グリーンと共に、YouTube 上にビログブラザーズチャンネルを立ち上げ、2014年5月の、 時点で総視聴回数は16億回に達する。2014年、タイム誌による世界で最も影響力のある100人に選ばれている。ネット上に、ナードファイターと呼ばれる多数の支持者を抱えている。ありがとうございます。